おはようございます。今日も朝散歩からスタートです。3月1日月曜日、もう2月もあっという間に終わってしまって3月スタートですね。だいぶ暖かくなって春らしいですね。先週は、2回ぐらいあの撮影旅行とスキー登山 でそのまた前の週は、会津、日の江又ですね、大戸屋沢岳をスキー、山スキーに行って、一昨日は、湯殿山にスキーに行って、なんか私のパートナーが、パートナーってあの山のねパートナーが、なんかそろそろクライミングやりたいって言うんで、ちょっとね練習しないでいきなり本番っていうのも怖いんで、今日は、昼間にクライミングジムに行ってちょっと練習してこようかなと思ってます。あとは自転車のステムですね、妻の、ロードバイクのステムをちょっとカーボンステムに交換しようかなと思ってます。そんな感じで今日も、休みをスタートします。今日もよろしくお願いします。さあ、いつものコミュニティセンターに来ました。海が綺麗に見えてますね。こっから蔵王の眺めを見に来ました。今日はスクルトゥーラで来ました。0-0がいいです。システム6、キャノンデールのシステム6と比べてこのフレームはすごい柔らかいですね。全然違います。ショック吸収が柔らかいっていうか、路面の凸凹が本当に柔らかくて気持ちいいですね。8万を超えて綾瀬の方に来ました。ここはなんて言うんだろうな、交差点ですね。宮城インターの近く、橋の上です。今日はスクルトゥーラで来ました。0-0調子いいです。本当にこのフレーム柔らかくていいですね。今日は卒業式ですね。ここは二校の前です。卒業おめでとうございます。はい、国際センター駅に来ました。あとはもう青葉山をヒルクライムして帰りたいと思います。
まあ大した動画じゃ ないですけど、休みの過ごし方動画でした。またよろしくお願いします。